こんばんは、岩田敦です。今日からですね、チュチェ思想という北朝鮮のですね、特殊な、極めて特殊なですね、独裁を支えるチュチェ思想についてお話しさせていただきたいと思います。チュチェ思想については実はですね、今月発売のウィルという雑誌の中で、北朝鮮の精神的支柱、チュチェ思想はイコールオウムということを書かせていただいておりまして、まあ、これ一番多分簡潔にですね、チュチェ思想について、全体的な概要を書いた内容になってるんじゃないのかなというふうに思います。で、どうして私がチュチェ思想をですね、研究することになったのかということをですね、今日はお話しさせていただけたらと思います。まずですね、例えばですね、テレビや新聞といったマスメディアからですね、北朝鮮の問題について私のコメントをですね、求められることっていうのがあります。で、テレビでもですね、北朝鮮問題についてどうなんだとかですね、そういった議論になることがあります。その時に私はですね、北朝鮮についての専門家でもありませんし、北朝鮮をですね、特殊に知るなんか裏ルートの情報を持っているかというと、そういう情報は持っておりません。ですから公開された情報しか私は知り得ない、ハングルを読めません。ですから、じゃあそういった時に他の人とですね、自分をこう差異をですね、自分はどの立場からものを見て、この北朝鮮について話すのかという、ある意味の差別化といいますかね、言論人としての差別化をしていくといった時に何ができるだろうかというふうに考えたときに、やっぱりそれは戦略の基本に立ち戻るべきだというふうに私は考えました。で、私が戦略の基本だと考えているのは、孫子という中国のですね、思想家の本であります。この孫子っていうのはですね、短い書物ですけれども、この戦略の基本を考える上ではですね、非常に重要な本となっています。現代の戦略家で有名なルトワックという方いらっしゃいますけど、この方も孫子をですね、相当重視されていると思います。じゃあ孫子ってのは一体どういう人なのかというとですね、これはあまりよく分かってないんですけれども、史記と司馬遷の書いた史記の中にですね、孫子、この孫子の子っていうのは先生っていう意味ですから、孫武という、孫武、武士の武ですね。孫武という人物について載っていて、この孫武こそが孫子ではないかと言われてますが、この孫武のですね、エピソードが式には掲載されています。そこには何か書いてあるかっていうとですね、孫武の書いた本をですね、読んだ王様、ある国の王様が、孫武を呼んでですね、先生はまあ本で理論的なことをですね、いろいろ書かれているけれども、実践はできるんですかというふうに聞いてですね、自分の愛する、超愛する、姫をですね、二人を指揮官として、その他に女性をですね、180人だと思いましたけど、集めて、で、この二人を指揮官として、180人を指揮してみてほしいと、孫武にお願いするわけです。その時に孫武はですね、まずですね、右向け、右、太鼓に合わせて右向け、ドンと打ったら右、次打ったら左ということをやっていくんですけれども、その女性たちはですね、ゲラゲラ笑ってるだけで一向に言うことを聞こうとしない。で、孫武はどうしたかと言ったらですね、これだけもう言ってる、司令官が言っていることがですね、明確なのに、それが部下たちに伝わらないのは指揮官が悪いと言って、二人の女性の指揮官を切れと言います。青ざめたですね、王様はですね、いや、もう先生、おっしゃることはよく分かった。だから、もうここでやめてほしいというふうにお願いするんですけど、孫武は、ひとたびですね、軍を指揮せいというふうに言われた以上、君命においてもですね、従うことのできないものはあるんだと。いくら君主であっても、戦争中の司令官にそういう命令を下すことはできないと言って、実際にその女性二人を切る。で、切った後にですね、右向け右、左向け左と、ああいうのやったら女性たちは、まあ、ピリッとしますよね。それ言うこと聞かないとまた切られるというふうに思って、言うこと聞いたという、こういうエピソードが残っています。で、これは本当の話なのか、後で、こう、脚色した話なのかはわかりませんけれども、まあ、ある種、この孫武という人をですね、伝える面白いエピソードになってるんじゃないかなと思います。で、その孫子の兵法の中に、あるのはですね、彼を知り、己を知れば百戦危うからず、彼を知らずして己を知れば一生一敗一プス、
彼を知らず己を知らざれば戦うごとに必ず危うし。これどういうことかと言ったらですね、この彼っていうのは相手ですね、敵。敵を知り自分自身を知っているならば百戦危うからず。そうですね、相手のどういう動きで来るのかということを知っていて、それを自分を迎え撃てるのかどうかということを知っていれば必ず負けないと。で、相手がどんな人物なのか、相手がどんな軍隊なのか、相手がどんな国家なのかを知らないで、自分のことしか知らなければ一生一歩、要するに 50% になるだろう。相手のことも知らない、自分のことも知らないっていう人は、これ戦うたびに必ず負けるだろうというふうに言ってます。私はこれ、学生のですね、大学生の就職試験にも使えると、就職活動にも使える言葉だと思ってるんです。つまりですね、相手の企業なりですね、相手、まあ、採用してくれる相手がどんな企業なのか、どんな自治体なのかっていうことを知って、自分を知っていれば、それに適合するかどうか自分自身を見つめ直してみれば、まあ負けないだろうということですね。で、相手を知らない で自分しか知らなければ 50% だろうと。相手も知らない、自分も知らなければ、それは必ず落ちますよということで、これいろんなところに適合できる考え方だというふうに私は思っております。で、このですね、孫氏の基本的な戦略に基づくならば、北朝鮮が何をするのかということを知るためには、北朝鮮の論理というものを知らなければならないというふうに考えたわけです。じゃあ北朝鮮の論理っていうのは一体どこにあるのかというと、それを私はですね、まず最初に読み解いたのは、このキム・ジョンウン著作集というものです。キム・ジョンウン著作集っていうのは、これ日本語で読めるんですけれども、本当にキム・ジョンウン本人がこれを書いたのかどうかは分かりません。周りのブレーンが書いた可能性も高いですよね。だけど、キム・ジョンウンの名前で出された著作集であることは間違いないわけですから、この論理をですね、知っておくということは、北朝鮮の今後の動向を占う上で重要ではないかというふうに考えたわけです。これからですね、明日以降もですね、北朝鮮の中継思想の問題について深く考えていきたいと思います。ぜひともチャンネル登録をよろしくお願いいたします。